それでは県の産業政策について、福島県の産業といっても、様々ございます。立候補予定者の皆さんが特に重点として取り上げたい産業に対する政策はどのようなことがあるかとか、自分のお考えをお聞かせください。1人2分間でご発言いただきます。それではこのテーマは伊関さんからお願いいたします。先ほど申し上げたように、国と東電の責任の資産をきちんと出した上で、ちゃんと3社が対峙する構図ではない上で の産業政策でなければ何か付け焼き刃的な気はします。それで、皆さんも感じてらっしゃると思いますけれども、こういうことを経験したからこそ再生エネルギーとかそういうことは本当に重要だと思います。ただ私がちょっとこう首をかしげていたのは、大きな税金を企業に払って、企業にこう県内に入ってもらって働く場所を作るっていうのはいかがなものかなと思ってました。そのお金は本当に浜通りとか中通りの中の本当に大変な方に使うべきであって、県っていう単位で考えるからいけないんじゃないかなっていうか、大きさから言ったらもう茨城県とか栃木県がもう全部ダメになったようなものなんですけれども、たまたま福島県は広いので、まだこう福島県という枠の中でこう県政みたいな形で語られるんですが、それよりかも別に福島県に住んでて茨城とか山形とか新潟に働きに行けばいいと思うんですよ。それで税金払えばいいっていうか、なんかその無理にまだ原発が収束してない地に企業を誘致するっていうことは私は賛成ではありません。で一応産業、あとは産業っていうか、こう人を呼ぶっていう形で考えたら、これも県立病院時代のことなんですけれども、仙台の方とかにすごい小児科のいいこう基礎ができてるっていうことで、それも実現していただいたんですが、郡山の方にも小児科の作ったりしたんですね。なので郡山をそういう場合とこう医療とかこれからの再生エネルギーの会議の場にどんどんしていくっていうのも産業かなと思います。はい、ありがとうございます。続きまして熊坂さん、お願いいたします。産業振興、非常に重要な分野だと思います。私も宮古市長を3期12年させていただきましたけれども、産業振興に非常に力を入れてきました。しかしながら産業振興というのは非常に多岐に及ぶので、なかなかその政策的にはですね、民間と共同しながらやっていかなければならない分野ですから、大変に難しいものがあると思っています。何よりも福島県の場合はこの原発事故のですね、総見直しをして、そしてさまざまなその対策をですね、打ってからでないとですね、産業振興は大変難しいものがあるというふうに思っています。ですからまず原発対策をしっかりやるということの上にですね、産業振興を進めていかなければならないと思います。農林水産業にいたしましても、さまざまなこの風評被害と、それから作物そのものがですね、まだ高いという問題もありますので、いろんなことを考えていかなければならないと思います。特に水産業におきましては、まだまだ漁が再開できないというものもありますので、福島の基幹産業の農林水産業、これはまず原発の災害からのですね、まず見直しからいかないと、これはうまくいかないと思っています。その上でいくつか その夢のあるですね、福島を作るべきだと思っています。特に再生可能エネルギーにつきましては、福島県だからもう原発をすべて脱原発という中でですね、再生可能エネルギー、クリーンエネルギーに全部転換し、このことによって世界各地からですね、日本各地から福島にこの技術を集積し、そして新しい産業を起こすというのも一つの大切なですね、福島県に課せられた重要な産業振興だと思っています。また医療関連ですね、これは薬の開発とか医療機器の開発とか、まさにこの福島がですね、それを担う、すでに集積がありますから、そういったことを駆使しながら産業を起こしていくべきだというふうに思っております。福島県の場合、農林水産業の復活成長ということで、これは第三優先ということで出させていただきましたが、自分の立場からするとやっぱりですね、頼りになるのは地元の企業なんですよね。それで私が原発事故あった後にですね、南相馬の友人のとこちょっと訪ねていったことあるんですが、本当に大企業ですね、
全国チェーンのそういうところがもう全然撤退しちゃって戻ってこないんですよね。そういう中で唯一ですね、地元の企業がですね、食にしろ何にしろ営業しているというような状況でした。そして私も建設業をやってるんですが、やっぱり災害があったり雪が大雪が降った時、やっぱり大手ゼネコンは来てくれませんし、やっぱりこう地元の企業がですね非常に頼りになるのかなということで、やっぱり地元の企業の存続と将来の継承ということを一番目に出させていただきました。かつてはですね、旦那衆っていうのが各地域地域にいまして、次の世代のことをね考えて地域づくりをやっていたと、次の子どもたちをですね考えて地域づくりをやっていたと、そういうような旦那衆のですね復活みたいな形で地域づくりやっていければいいのかなというふうに思います。また工場関係とか支店とか誘致してもですね、やっぱり企業が来てもらうんであれば本社が来てもらって地元にしっかりですね根付いてもらって、そのような施策を取り組んでいければいいのかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして内堀さんお願いいたします。私からは産業政策4点申し上げます。1点目は農林水産業です。福島は農業圏、今一度原子力災害からの風評払拭をして、まだまだ辛いんですがトップブランド作りの再構築をしたいと思います。そして2点目は商工業です。商工業においては販路開拓マーケティングが重要です。福島にはいいものづくりサービスたくさんあります。こういったものをもっと PR をして知っていただくマーケティングをすること、合わせて今ある地元企業がより活性化をし、かつ外からの企業誘致も並行して進めていきます。こういった中で若者たちが安心して魅力を持って働ける職場が作れると思います。3点目は観光です。観光というのは光を見ると書きます。福島は残念ながら原発災害のネガティブなイメージがずっと残っています。これを払拭するために一番早いのは全国の方に、あるいは世界の方に実際に福島に来て見て食べてもらうことです。そして笑顔になってもらうことで、あ、福島はこんなに頑張ってんだ、一方で、あ、まだこんなに苦しんでるんだ、この光と影の両面を見てもらう、この観光の再生も重要だと思います。そして4点目が新しい産業です。これまですでに再生可能エネルギー関連産業、医療関連産業を進めてきました。次はロボット産業だと思います。こういった新しい産業を構築しながら世界の福島、福島がここまで産業を再生して逆に世界のマーケットを引っ張っている、そんな産業振興を進めたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは五十嵐さんお願いいたします。はい、産業政策はですね、県のホームページ見ていただくとたくさんの総合計画があります。その中でやはり税金がどのようにそのプロジェクトに使われているかということをしっかり判断するということがまず第一で、私はもう箱物行政というのはもう限界が来ていると思います。やがてそれは維持管理できなくなる、少子高齢化で、この原発事故で福島はどうなったかというと、スーパー超少子高齢化の問題がですね進んでいると。その中でどのジャンルも一番問題なのはその人を育てるということです。特にさまざまな自治体に行って首長さんたちのお話を聞いて思ったことは、子育て世代がいなくなる、一番そのいわゆる力があってアイデアがあって子どもたちをさせご年配をさせる世代がこのままではいなくなるということが問題だと思います。その中で私はですね、産業政策というときにじゃあどこにお金をつぎ込めば一番生産性があるかというときに僕は人だと思っています。で、人というときにそれは僕は子どもだと思っています。東京中心のもう日本づくりは終わりで、福島からでも世界に通じる人材を育てて、こうマーケティング、またそのビジネスができる仕事ができます。そして、税金だけに頼ると物事の進みが遅い。私自身は今世界にネットワークがあるので、世界の企業家たち その融資また投資を呼び込んで、その民間主導型の産業をどんどん作っていくということですね。新規エネルギー産業、自然型エネルギー産業というのはありますけれども、
その費用対効果をしっかりと見極めて、そのかけても良い価値のあるものと、やはりそこをやめなければならないものをしっかりと皆さんで分析しながら、新規産業をやはり皆さんの声をしっかり入れて進めていきたいと、そう思っています。はい、ありがとうございます。井戸川さん、お願いいたします。はい、産業政策もその他の政策もですね、県民の了解を得るのが基本であります。それは今放射線量の安全が本当に安全なのかという不安がいっぱい県内にはあります。風評被害を払拭すると言っても、これは言葉だけではダメなんです。目に見える形でそれを県民の皆さんに見てもらって判断していただくということ、非常に福島県は膨大な損害を受けてます。普通の状態の産業育成というのはこれはありえません。やはり安全な環境、安全な労働環境、労働安全衛生法にもあるように、それ以上に厳しい環境を構築することが先であります。その中でそれが達成したならば、素材産業、あるいは材料を使った産業じゃなくて知的な産業を育成するべきであると、そんなふうに思います。世界中見てください。今いろんなことで困った国はですね、まず知的な産業、それを産業化しております。福島県は今五十嵐さんが言うように膨大なお金で建物を作るとか何かを作ってそれが産業になったということじゃなくて、そういうものを必要としない県民一人一人が実質所得が得られるような産業、それは知的産業だと、そんなふうに思います。これは難しいですけども、やるしかないですね。健康産業、これは、福島県が今本当に困っておりますので、その困ったことを解決する対策をすることがこれからの日本のビジネスになっていくだろうというふうに思っております。子どもそれから高齢者を全く、日本になかったようなモデルを作って見守っていくということ、安全な食料も必要です。これは人工環境でなければ今のところ達成できません。人工環境で完璧な環境の中で食料を生産していく、こういうことが必要だと思っております。はい、ありがとうございました。これより、産業政策に関する自由討論に討論の時間といたします。挙手の上、私が指名しましたら、質問したい相手のお名前と意見や質問を1分以内で端的に発言をしてください。また指名を受けた方は、反論や意見があると思いますので、それを1分以内で、端的にお答えください。自由討論の時間を最大で10分取らせていただきます。どなたも挙手がない場合はこちらから指名させていただく時もありますし、早めに切り上げることもありますので、ご了承いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、井戸川さん。内堀さんに お尋ねします。県内の産業について、大変素晴らしい構想をお聞きしました。しかし観光についてですね、今放射能がある状態で観光を力を入れるということは、被爆させて返してしまうという非常に失礼なことにつながるのではないだろうかというふうに思います。したがって県独自の何かその安全な対策というのを考えられているでしょうか。それから医療ロボットという新しい産業ですが、それはやはり大変なことです。これらのもっと具体的な内容を教えていただきたいと思います。はい、それでは内堀さん、お答え、お願いいたします。2つお話をいただきました。まず観光の関係です。井戸川さんとはちょっと立場が異なるんですが、福島県避難地域は別ですが、それ以外のエリアはきちっと県民の皆さんが安全に住める環境にあると私どもは思っております。したがってその上で観光でですね、訪れる方が何か問題があるというような状況には思っておりません。ただもちろん今実際に住んでおられる方も除染を進めているような状態ですので、そういった点を進めていくのは当然だというのが大前提です。それから医療関連あるいはロボットについて申し上げたいんですが、ちょっと30秒という時間では難しいので、これはですね、まずロボットについては私の政策を見ていただきたい。医療関連は県のホームページの方を見ていただくときちっと具体的な施策が書いてあります。以上です。はい、ありがとうございます。次にある方、
はい、それでは熊坂さんお願いいたします。内堀さんにご質問をいたします。まあ、今4つのですね、夢のあるように聞こえた産業振興策が示されました。私も冒頭言いましたけど、これらを進めるにはですね、まあ、井戸川さんもお話しされたように、この放射、原発のですね、災害そのものの復興ということなしには、まあ、いろんなものは難しいと感じております。だからそのことにつきましてですね、どのようにそれを前提にしておっしゃられたのか、そのことについてお聞きしたいと思います。はい、それでは内堀さんお答えお願いいたします。すみません、ちょっと質問の趣旨がよく分かりづらかったので、もう少し具体的にお願いします。4つの夢のあるような、産業振興のビジョンが示されましたけれども、これらの根底にはですね、原発事故被害対策総見直しなしにはできないと思うんですね。まあ、ですからそれをやるという前提でそのことをお話しされたの、観光にしてもですね、農林水産業にしてもそのことがなければ難しいと思うんです。これ井戸川さんも同じことをお話しされましたので、そのことについてどうお考えになるかというご質問です。じゃあ私の方からお願いしますが、十分に質問の趣旨を受け止めているかどうかがわからないんですが、福島県は 3.11 というのを経て原子力災害で非常に重い負荷を負っています。これは他の46都道府県とは全く異なる状態です。で、したがって今後も国、東電としっかりと対峙をしながら、福島県が本当の意味でこれから長期にわたって時間がかかる原子力災害を克服してですね、その中で大事な基盤が産業振興ということになりますので、産業振興の施策を進めていくことが重要だと思います。しかもその際、やはり全産業をしっかり構築しなきゃいけない、そういったことを強く訴えつつ具体的な施策を展開していきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。先ほど金子さんから手が上がりましたので、金子さんどうぞ。すいません、ですね、私はやっぱり内堀さんですいませんそれでですね、やっぱりその今内堀さんがね、すごいこう夢のある産業政策を言われまして、そのロボット産業ですか、ロボット産業集積とか、その国際的な医療施設ですか、そういうようなお話があったんですが、私の感覚だとこう一県民ね、住民の立場からすると、そういうものがですね、地元の立場でね、どうなのかなって共感を呼ぶのかなと、そのなんとなくこう上からこうそういうものをこう降りてきたような感じで、こう地元の人たちのコンセンサスはどの辺なのか、やっぱり本当に町づくりっていうのはこう地元の方がね、こういう形で行こうっていうのが本来の町づくりだと思いますんで、その辺ちょっとどうかなっていうことなんですけど。はい、内堀さんお答えお願いいたします。私が先ほど申し上げたのは、今ある既存のですね、各企業のこう振興をまずする、その前提で新産業の話をしました。で、まずですね、医療関連産業はすでに10年間福島県は取り組んでいます。で、実は医療関連産業は非常に障壁が高くて簡単に入れない産業なんですが、県がサポートすることで地元の企業さんがめきめき実力を上げて、全国の中でも福島の医療関連産業は実績が上がる、このような形になっていますので、まさに地場の企業さんが活かせるような場になっている、これがまず分かっていただきたいことです。次にロボットの話なんですが、もちろん廃炉に使うようなロボットはなかなか一足飛びにというわけにはいきません。一方で今回郡山にサイバーダインという人をアシストするスーツ、こう私たちの活動をサポートするロボットができますが、こういったものには地元の企業が連携して進めていけると思っています。以上です。はい、ありがとうございます。その次に伊関さんから手が上がりましたので、伊関さんお願いいたします。私も内堀さんで2つなんですけれども、私も五色沼のそばでセブンイレブンやってるもので、おもてなしっていう観点で、本当かどうか分かんないんですけど、県庁と例えば自治会館とか杉妻会館さんがまだ除染されてないっていうのがあって、それでそれだとすると、私なんか例えば子供ちっちゃかった頃、家庭訪問あるなんて言ったら ものすごい掃除したりするじゃないですか。でやっぱりその象徴のとこだし、私たちの財産の県職員の人がいるところが除染されてないのは何かなっていうのと、あといくらぐらいかかるかなって聞きたいのが、ホールドっ
カウンこう測るになりますよね。観光地としてあれを各観光名所において世界各国の人が自分も測れるっていうのも一つの観光で面白いんじゃないかなと思って村議会に言ったら村の人には笑われました。いくらぐらいかかるか分かりません。はい、内堀さんお答えをお願いいたします。後者のお話についてはちょっと具体的な数値がないので申し訳ありません。で前者のですね、県庁エリアの女性の話はですね、これは実は理由がありまして、これは福島市全体の除染計画に合わせてやってるんです。で福島市は非常に人口が多いですし、残念ながら今回非常にこう北西方向に風が吹いた関係があって、こうエリア的にこう汚染されたエリアがちょっと広いんですね。そうするとあのエリア全体を一体的にやらないとなかなかうまくいかないということがあって、県と市といろいろ相談して悩みながらだったんですが、除染計画を作りました。でその結果今の時点でちょうど除染がスタートしてきちっとクリアリングをやっていると、このような流れになっています。以上です。はい、ありがとうございます。ご質問ある方いらっしゃいます。はい、じゃあ最後に五十嵐さんお願いいたします。私もすいません内堀さんね、ごめんなさい。結局、政治行政に対しての結局不信感がいつも人々の中にあると思うんですけども、これ内堀さんを責めるというわけじゃないんですが、多大なる税金が投入されて、地方交付税、その国庫支出金がですね投入されて、このもうたくさんのプロジェクトがある。で昨日からもずっと朝の4時半まで友人たち4人とプロジェクト全部こう見てたんですけど、例えば僕も会社の一応役員経営者やってましたけど、普通会社で赤字出したら多大なる責任を取られて解雇とかになるんですけど、この税金を使って事業やった場合のその責任者の所在と、あとそのいわゆる何でしょうね、評価っていうのはどういうふうになされてきたのかなっていうのを分かってる範囲で教えてもらいたいです。はい、内堀さんお願いいたします。例えば県あるいは国も実はそうなんですが、自治体とか公共団体がですねやはり予算執行をする場合には、まず例えば県であれば知事がですね予算を提案します。でその上でその予算を県議会で審議をして、でその場合本会議ですとか委員会でですね議論をした上で、その予算案が OK なのか、あるいは一部修正をかけるべきなのか、そういったことを議論した上で結論が出て議決される。で今度は予算案が通ってもその後執行するという責任がありますので、その執行を知事が担ってですね執行し、それがまた決算という形で出て、また決算委員会等で結果ちゃんとやったのかということが審議される、このようなフローになっています。少子高齢化対策についてです。このテーマにつきましても先ほどと同様に進めさせていただきます。それでは、少子高齢化対策について医療や介護なども含めて、皆様のお考えをお聞かせいただきたいと思います。1人2分間でお願いいたします。これは熊坂さんからお願いいたします。この分野に関しましては全く私が一番得意とする分野であります。社会保障国民会議、それから少子化社会を考える懇談会、そして社会保障審議会医療部会、8月までは介護・教育費分科会の学習経験者の委員を務めておりました。福島県の将来ですね、非常に高齢化問題につきましては非常に深刻なデータが出ております。これを一日も早くですね計画を立て、ブロックごとにやっていかないと私たちの社会は非常に難しい状況に陥るということははっきり示されております。これを解決するのはまず高齢化問題につきましては地域包括ケアシステムという皆さん聞いたことあると思いますけど、これをいかにうまく回していくかということですね。これをしっかりやっていきたいと思います。私は保健所も12年経験いたしましたし、ケアマネの資格も取りました。また主治医研修も書いておりますので、現場に沿った形で福島県のこの高齢化の将来像を示していきたいなというふうに思っています。これが非常に私の課せられた使命ではないかなというふうに思っております。また少子化ですね、これ福島県非常に深
酷な状況になってきております。まあ、全国でも人口減っていくんですけど、子どもを産み育てる環境、これをしっかり、医師不足も含めまして、まあ、県立医科大学が幸いありますので、まあ、この県立医科大学と連携を取ってですね、地域の医師不足、特に産科、小児科、これもともと医者がすごく少ないので、まあ、そこをしっかり、心配のないような形でですね、整備していく必要があるかなというふうに思っています。少子高齢化の問題、これがまさに原発対策と合わせてですね、やっていかなければならない非常に重要な差し迫った課題になっております。まあ、この分野につきましては、まあ、宮古市は福祉先進市ということで、12年の実績をもとに新たな福島県のビジョンをですね、作っていきたいなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。金子さん、お願いいたします。はい、少子高齢化、人口が減っていくということだと思うんですけど、私はこの件はですね、必ずしもね、悪いことばっかりではないと思うんですけど、まあ、そういうことはちょっと別に置いといて、まあ、福島県の場合本当に今お話ありましたように、こう大変な問題になっておりますんで、まあ、基本的なことはね、行政の方で今まで通りきちんとやっていかなきゃいけないんですけど、私は民間的な発想でね、新たな発想で取り組んでいきたいなというふうに思います。それで、まあ、やっぱり福島県ですね、今一番苦労しているのが子供を持ったお母さん方、お父さん方、親の皆さんではないかなというふうに思います。それで若い人がですね、本当に給料がね、安くて、まあ、仕事もしながらって形になるんですけど、仕事をすると子供をなかなか面倒見てもらえないと、おばあちゃんおじいちゃんも一日はちょっと面倒を見てもらえないんで、託児所ですか、そういうのもあればいいんですけど、なかなか保育士とか看護師さんがなかなかいなくてできないというような問題もあったりして、本当にそういうことも含めてね、お子さんを持ってるお父さんお母さんにはですね、減税とかですね、しっかり検討して、例えば企業なんかもですね、家族手当みたいのが最近ちょっとあまり各企業もなくなってるみたいなんですが、子ども手当ですね、うちの会社も復活させていただきましたけど、そういうことをですね、導入するような政策をしたらよろしいんではないかなというふうに思います。それから高齢者1人亡くなると1つの図書館がなくなるというようなお話ありますけど、高齢者の方にですね、もっとですね、まだまだ頑張って社会活動をしていただいて、できれば子どもとね、高齢者の方が交流できるような社会を作ればいいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは内堀さん、お願いいたします。私は3つお話をさせていただきます。1つ目が子どもです。子どもは福島の宝です。子ども政策は我々の一丁目一番地政策だと思っています。でまず子どもの教育を充実するということが大事な環境になります。でそのために文化スポーツなどにおいて子どもたちに本物を見てもらい、そして理数教育も含めて学力向上を図る、こういったことを考えています。またやはり健康面、非常に重要です。18歳以下医療費無料化を継続をして、その上で子どもたちの健康、心のケアをサポートをする、こういった面を進めていきたいと思います。また育児中の女性のキャリアアップというものを進めて、できるだけ働きながら子どもを育てる、そういったことがしやすい環境づくりを進めたいと思います。次、2点目は高齢者対策です。福島県やはり高齢化率上がっておりますので、高齢者施設あるいは介護施設を増やしていく、この非常にニーズが高いです。もう待機しておられる方が大勢おられますので、市町村と連携してこういった施設の充実を進めていきたいと思います。そして3つ目が医療人材の確保です。福島県内は医師不足であり、看護師不足であり、医療人材不足しています。で県立医大も必死でやってるんですが、正直限界がございます。したがって全国の支援も得ながら、なんとか福島県内の医師不足、医療人材不足を解消して、安心して医療を受けられる体制を整えていく必要があると考えます。以上です。はい、ありがとうございます。それでは五十嵐さん、お願いいたします。津波被災地の復興をちょっと見ていて思ったんですけれども、結局その少子高齢化の理由で一番働く世代、子育て世代の仕事がそこにないということ、
ですけれども、まあ、一つはそのためにまあ、放射線がたくさん浴びてしまったある村の状況を聞いたときにですね、もうこの村はやがて3分の1の人口になってもう高齢者だけになるだろう、そこの中でそういった自治体に関してはですね、このレジュメの中にも書いてますけれども、まだまだ働ける方たちのやっぱ雇用環境を作っていくと、そして子どもたちとそのご年配の方たちをですね組み合わせたようなそういったコミュニティ作り、幼稚園とか保育園と、いわゆる介護施設が、一緒になっているような場所がもっともっとあってもいいのかなと思っています。で、特にですね、私自身が特にこの少子高齢化を防ぐために思うのはやっぱ家族を支えるということだと思います。一番その子育てしている人たち、その、子育て支援のためにですね、新婚家庭、大阪にもあります、6年間家賃が補填され、サポートされるとかですね、夫婦が本当にこうちゃんと時間を楽しめるようなサポート、またそのそういった労働環境整備、それは企業と組んでですね、とにかくその行政、こここそ行政政治がその子育て世代を本当に支援して、離れていかざるを得ないそのような人たちに対して歯止めをかける、そのようなサポートが本当に必要だと思っています。この福島もですね、本当に自治体ごとに課題が違いますので、しっかりそこを県は耳を傾けながら具体的にやるべきだと思っています。はい、ありがとうございます。それでは井戸川さん、お願いいたします。はい、ですね、私が書いた文章の中にですね、地方分権のさらなる推進という原稿に書き込まれてたもんだから、そのまま素直に書きましたけど、これちょっと外します。ちょっと違うテーマですので、まず私はですね、福島県の子どもを虐待させないということです。今県外に避難している子どもを守るために避難しているお母さんたちがどんな思いで生活しているでしょうか。なぜ福島県内で住まなければならないというルールを作ったんでしょうか。このルールは破るべきであって、県民に沿ったことをやることによって子どもたちは安全で安心に、そしてストレスのない環境で育つはずです。これはまず即刻やめるべきですね。これは人権無視も甚だしい。ここに児童憲章というのがあります。児童は人として尊ばれる、児童は社会の一員として重んぜられる、児童は良い環境の中で育てられるということがあります。したがって少子高齢化、高齢者も含めてやはり環境、良い環境で住んでもらうことが非常に大事であります。県外避難者はこれ以上いじめないように私はしたいと思っています。それともう一つ、少子高齢化で一番大切なのは、可処分所得が若い人にありませんね。非正規型雇用になってますから、これもやめないといけません。一番大切な国を支えるためにある若い人を虐待していて、国に何が未来があるでしょうか。やっぱり正規雇用を進めるべきであって、そこに多くの税金を使うべきであります。公共事業も必要ですけども、人材にどんどんと私はお金を使いたいというふうに考えております。育児にも公費を入れます。若者が全て生活できるような環境、これは若者と県が対話をして決めると、県が勝手に決めるんじゃなくて若者の意見を聞いて方向をするということです。はい、ありがとうございました。それでは伊関さん、お願いいたします。じゃあ私はこれ県国全体もなんですけど、こんなちっちゃな島国なので、少子高齢化は全然心配してません。でそれは根本的なところで、いろんな災害もありますし、これからいろんな移民の方もいらっしゃるかもしれないし、医療の関係で他国の方も受け入れるし、都市伝説的にはスパイがいっぱいいてっていうお話もあるし、やっぱりそういう国民のナンバーちゃんとつけた上で、それでなんていうかな、少ない人数でたくさん支えるって考えるから、なんか少子高齢化のことを問題にしてる気がして、その昔のその前に戻って、別に今年生まれた人が自分で
ちゃんとこう積んでいって自分たちの年代は自分たちでやるってやれば、あのこんなふうにこう変な形で少子高齢化が取り上げられないと私は思います。で、あの住み方もあの自分もこうやって年取ってくると分かるんですけれども、あのなんかこう暑い時には裏磐梯の涼しいところにちょっといたいなと。だけどあのちょっとうちの旦那はぎっくり腰持ちなんですけど、もうちょっと高齢になったらやっぱ医療が近いところに住みたいなと、そういうふうに多分みんな同じような感じだと思うんです。だからなんていうのかな、あのそういうことはあんまり気にしないで、あのいいと思っております。ただ一つだけ思うことが、あの高齢化の方のそういうこうなんかこう具体的なことではなく心の問題なんですが、私もこの6年であの4人の親をあの見送らせてもらいました。本当にあのすごい素敵な亡くなり方だったんですけど、せっかく戦後ここまでにしてくださったあの高齢者の方に安心して福島だって思ってもらえるようなあの風になったらいいなと思います。はい、ありがとうございました。これより、少子高齢化対策に関する自由討論の時間といたします。先ほど同様挙手の上、指名されましたら質問したい相手のお名前と、ご質問ご意見を1分以内で簡単にお願いいたします。またご指名を受けた方も反論や意見を1分以内で簡単にお願いしたいと思います。先ほどは内堀さんにすべて集中してしまいましたので、ぜひ皆さんあのたくさんの意見を聞きたいと思いますので、他の方もぜひご指名しながらお話しいただければなというふうに思います。それでは、挙手で始めますさせていただきます。それではどうぞ。はい、井戸川さん。あのまあ、せっかくごしあの司会の方から言われましたけど、やはり内堀さんに聞きたいですね。あの先ほどあの子どもの、まあ、いわゆる子どもは宝だと言いました。文化スポーツを進めるということを言われましたけど、私の町長就任中に町民から福島に住んでいる町民からあの高校生です、まあ、部活動をやめると、そういう話を相談されました。なんだって聞いたら疲れてついていけないということですね。だからこのスポーツやるにしても何やるにしても、今一番福島県で大事なことは放射能とどういうふうに向き合うかということを整理しないままあのスポーツを進めることは非常に私は反対です。そしてあの震災当日駅伝をやってしまったと、あれも非常に私は危機を感じておりました。だからその件について内堀さんにお尋ねいたします。はい、それでは内堀さんお願いいたします。確かにですね、本当震災が起きた平成23年厳しい状況でした。子どもたちがここ福島市でも校庭でクラブ活動体育ができない、プールが使えない、そういう厳しい状況が23年24年ぐらいまで続きました。その後必死の取り組みで例えばグラウンドが安心して使えるようになり、プールも使えるようになり、今運動会も各地で行われています。やはり子どもたちが健康に暮らして安心してそうやって学んだり遊んだりできる環境を作るのが我々の責務だと思いますので、子どもたちの安心できる環境づくりを必死にやっていくべきだと私は思います。はい、ありがとうございました。次、すいません、あの1人あのお答えを、すいません、あの発言はちょっと お控えいただきたいなと思いますが、まあ、あのお答えに ならなくてもですね、あの一応、まあ、ちょっと回答がずれたということでご了承いただきまして、続けさせていただきたいと思います。はい、それではさっき上がったのは遺跡熊坂さんでしたかね。熊坂さんから、はい、お願いいたします。子どもの健康問題、これは少子化対策にも非常に重要だと思うんですけども、子ども被災者支援法ですね、これは放射線を避けて暮らす権利というのを認めております。でこのことにつきまして、まあ、3年半にわたって、まあ、原発以後、まあ、県政を舵取りしてこられた内堀さんに質問をしたいと思うんですけど、この子ども被災者支援法につきましてはどのようにお考えでしょうか。はい、内堀さんお願いいたします。子ども被災者支援法は議員立法でできた法律です。で超党派で作られた法律で、福島の子どもたちのことを真剣に思っていただいた大事な法案だと思います。一方でご承知の通り、内容が法律上は骨格があまり明らかではありません。そして
この具体的な施策ですとか財源措置が明確ではありませんので、こういった点をですね、今後も国会議員の皆さんとしっかり議論しながら、本当の意味で子どもたちの役に立つ支援法になっていただくよう、県としては努力をしていくべきだと考えています。はい、ありがとうございます。続きまして伊関さんから上がってましたので、伊関さんどうぞ。ちょうど子どもって本当にあっという間に大きくなっちゃうんですね。で、あと自分もちょっと年齢来てみたら、いやー時間の経つの早いっていうか、だから多分質問は内堀さんなんですけど、ごめんなさい。一緒に県民として住んでるんだけど、心の中の時間とかってみんな違うっていうか、で特に子どもと、あと本当にご高齢の方って過ぎてる時間がすごく早いと思うんです。でそれに対してすごく優等生なお答えなんで、なんでこんなさっきから子どもの出てますけど、私はもう基本的人権が守られてないと思っているので、なんでこんな大変なのに、なんでその全部こう普通にのっとってやってるのっていうのがすごく素直な疑問。福島からおかしい、もっと早くって言えるのが唯一福島なんじゃないかなって思うんですけど。はい、それでは内堀さんお答えをお願いいたします。今日はこういった公開討論の場なので、実はなるべく冷静に喋ってます。で私自身はすごく感情の起伏がある人間です。で実はですね、雄平知事自身も例えば震災直後、国とものすごいやり合ってました。あと私自身もですね、こういった場ではなくて実際の国や東京電力との対峙の場では激烈にやってます。でそれはカウンターパートである彼らが一番よく分かってます。で私がいつも言われるのは、あなたは非常にハードネゴシエーターだ、タフだ、徹底的に一つ一つの案件やります。例えば原発事故の収束っていう言葉がありましたよね、3年前に。あの時当時の大臣と電話で大喧嘩しました。あるいは森林除染をやらないと決めた話、その時も喧嘩しました。そういった形で陰ではしっかりやっております。はい、ありがとうございます。金子さんお願いいたします。はい、すいません。ですね、本当にいろいろお話聞いていて、ちょっとこれからね、3年半経ちまして、この新たなね4年を作っていくという中で、なかなかこう、なんていうんですかね、こう今までよりのね、こう厳しい状況の中でのお話がありますんで、ちょっとね明るい方向にお話、自分としてはね持っていきたいなってところがありまして、せっかく今日ねこういう点で伊関さん来てますんで伊関さんにお聞きしたいんですけど、まず少子高齢化ね、子供を産む前に結婚しなきゃダメなんですよね。だから昔はね、そのおせっかいのおばさんおじさんとかいてね、それでおじさんいないか、結構おばさんとかが多くてね、それで一緒にこう誰々さんにはこの人がいいよみたいな感じでね、こう合わせて、そういう人がもういなくなりましたよね、今ネットとかあって。だからそういう結婚成立と、それから出産のね環境づくりあまり良くないと思うんですけど、その辺どう思われますか。はい、伊関さんお願いいたします。私出身は東京なんですけれども、世界一幸せにするから僕のそばにいるだけでいいって朴訥に言われて来ちゃいました。でやっぱりこれはおせっかいおばさんというよりかも、特に北小原村の方は自分で例えば東京とか出た時に自分でしっかり獲得してこないとお嫁さんはいません。でそれは若者には頑張ってもらいたい。で逆に県外から連れてくれば人は増えますっていうことで、おせっかいおばさんもいいんですけれども、ただじゃあ今自分が友達とか例えば孫にあたる人とかね、友達とかに、いや福島いいからおいでってやっぱ今言えない、言えない、人として言えない、でそれはどうしようもない事実です。出産は33と36でしました。結構埋めます。はい、はい、ありがとうございます。ご質問ある方に挙手をお願いしたいと思います。はい、五十嵐さんお願いします。内堀さん攻めばっかなるんですけど、井戸川さんに
あちこち回っていてですね、こう国と自治体が直接やることがまあ多くて、なかなか県のこう県が間に入ってくださってる感覚がこう薄いような印象を自治体回って、まあ、感じたんですけども、この少子高齢化ということで双葉町の町長さんとして県はどれぐらいこう貢献してくれたか、その実感とかそういった感想ありますでしょうか。はい、井戸川さんお願いします。よくぞ聞いていただきました。待ってました。ですね、バラバラです。私たちは町長時代によく国に行きました。これ原子力行政は国が所管してるんですね。だから国に行きました。しかしそのサポートはやっぱり県にやっていただきたかったんですけど、残念ながらそれは薄かったですね。まあ、これ皆さんに見ていただきたいんですけども、これは原発事故が起きた時の、体制表です。こういう形でやるんじゃなくて、これは悪しき体制表です。本来であれば町が入っている、この協議の場に町が入っている体制が正常ですけど、今回の事故以来双葉町はこの物事を決めるところに一切参加させられない中で決められていました。これはやはり県の指導があってほしかったなと非常に残念に思っています。県は残念、まあ、この中でも県はこの会議の中に参加してました。そういうことです。はい、すみません、ありがとうございます。まあ、今の社会ですね、本当に政党もね、あんな感じでね、自分たち の、 定数削減決めたのに全然先送り、まあ、ある意味こう政党もね、その意味がないっていうか、政党の時代は終わったのかなって感じもしますし、それから行政にしろ大企業のサラリーマン社長にしろ、何があっても誰も責任を取らない、そう無責任社会じゃないかと思うんですよね。まあ、そういう中で我々中小企業 の、 オーナーでございますけど、本当に銀行の、ね、連帯保証を取って本当に責任を持って社員の生活とそれから会社を守っております。本当に今の世の中ですね、責任を持ってやってるのは中小企業の、社長さんぐらいかなというふうに思ってまして、まあ、そういう中で今後のですね、福島県、まあ、3年間半経ちまして本当に脱原発除染とかそのマイナスのニュースばっかりなんですけど、それプラスね、明るいニュースも伝えていかなければいけないということで、後ほど私のホームページも設定されますんで、そちら見てもらえばいいんですけど、将来の、ね、子どもたちのことを考えればやっぱり県庁所在地の見直し、まあ、当面はですね、今浜通りの北の方に重心が行ってますんで今のままでいいと思うんですけど、やっぱ将来先を考えてそのようなことも考えていかなきゃいけないと思いますし、それから首都機能移転推進の復活ということで、今福島県だからね、これ難しいって話してるんですけど、福島県だからできる可能性なんですよ。だからそういうことをやっていけば本当に福島県がですね、もうマイナスのイメージからプラスの福島県、素晴らしいイメージになるのではないかなというふうに思います。皆さん一緒に福島県、子どもたちに素晴らしい福島県届けられるように頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。内堀さんお願いいたします。私は3つ申し上げたいと思います。まず1つ目は国、そして東京電力との対峙です。今回私は政党からの推薦や支持を受けません。それはなぜか、先ほど私はこれまで陰ではやってきたと言いました。それはなぜかというと副知事だからです。仮に自分が知事になれたら、これからオープンの場できちっと言うべきことを言い、ダメなものはダメだ、あいつの言葉で言えばならぬものはならぬということをきちっと申し上げます。で、2つ目は現場主義です。トップが県庁にただずっといるだけでは本当の県民の思い分かりません。実は副知事を辞めて20日間全県をずっと回っています。改めて各エリアでどんな方がどんな思いで暮らしているのか改めて実感しています。私自身今後しっかりと現場地域に出ていろんな思いを伺いながら県政に反映させていく必要があると考えています。3つ目は新種果敢チャレンジという意味です。今の福島の置かれている状態は
世界の歴史あるいは日本の歴史にある状態ではありません。去年と同じ仕事を今年やっていては福島の復興はできません。今年と同じ仕事を来年していたら福島の復興は前に進みません。何としても新しいことにチャレンジをして、そして道なき道を切り開いていく、そしてさまざまな問題をしっかりと解決をして、将来子どもたちがあの当時の現役の先輩頑張ったんだな、こう言ってもらえるような福島をしっかり作っていくことが重要だと私は思います。以上です。はい、ありがとうございました。続きまして五十嵐さんお願いいたします。今回の、選挙はですね、日本の未来を変える選挙になると信じています。それはこの原発っていうのは今までの政治行政の象徴的な産業でした。それを僕は本当に井戸川先輩を前に所詮皆さんにもお願いしたいんですけれども、どうか未来づくり、まちづくりをその次の世代に任せていただきたい。子育て世代、これからどうするか考えている世代にそれをバトンを渡していただきたいと、そう願っています。そしてもう一つは、昔の鹿児島のように日本政府が世界とやり取りできない、その中で鹿児島がイギリスと向き合いました。世界のトップと向き合いました。で、今福島、世界の福島になりました。私は震災後世界中回っています。で、福島の復興支援を世界中に呼びかけ、私の著書はポルトガル語、英語、そして韓国語に訳され、これから中国語にも訳します。この痛みを日本を変えるための原動力しなければなりません。子どもたちに何を財産を残すのか、今本当にその国が大きなお金を、予算を福島に投げることによって黙らされてしまう、そのような政治ではなくて、沖縄もそうですけれども、私たちがしっかりとこの原発を受け入れたときに民主自主公開という原則でやったんですから、国が一方的に決めるのではなくて、私たちもう一度政治行政の原点に帰って、私たちが主体になる、県民が国民が主体になる政治のモデルを、そして原発に依存しなくても私たちが生きていける電力の確保や、またこれから日本に大きな災害が来るかもしれません。御嶽山もそうです、広島もそうです、私たちもそうです。いつ来るかもわからない未来に対して、私たち大人が子どもたちのために今犠牲を払って未来づくりをしていく、その時だと思っています。はい、ありがとうございました。それでは井戸川さんお願いいたします。はい、もうひどい思いをして倒産しそうな双葉町をなんとか防ぎました。あの思いで県民の皆さんが受けている今の現状、これを全力で解消していきたい。まずは復興の前に救済がされてません。いきなり復興に入ってしまったこの事故処理については大変間違ってますので、県民の皆さんの救済をまず県民の皆さんとよく話し合いをして、そして県民が決めればいいんです。国に決めてもらう必要は何にもないんです。放射能の基準だって外国の基準、外国でいうことを決めてもらう必要はないんです。皆さんで決めて、皆さんがそれを納得してもらう、そこまでとことん話し合って県政をやっていかなければなりません。今どうしても行政が物をいい、そして多いかぶさるような、そしてベールをかけるような形が往々にして見えてきました。私はずっとずっと、まあ最後ですからお話ししますけども、佐藤雄平知事には質問書をずっと出し続けてきました。しかしその回答たるや非常にひどいものです。人のことを書いているものは一つもありません。人です。福島県民は皆さんは人なんですから、動物や物ではありませんから、最大限に人を大切にする、よく話し合う、そういう県政を目指したいと思っております。はい、ありがとうございました。伊関さんお願いいたします。立ってもちっちゃいんですけど、私の中の本当原点のご婦人がいるんですけど、震災のあと、原発のあと1週間後だったんですけど、浪江の方が避難されてきたんですね。でその時こう物があるって言ってこういろいろ買ってくださって、それで私の手を握りながらすごくこう淡々と「あのね」って言って
あの私の主人と舅が目の前で津波で流されたんだけど、原発で探しに行けないのって言ったんですよ。でその時私手を強く握り返すことしか人としてできなくて、で今この3年半経ってもすいません、まだそこが解決されてないと思います。それであの今一番心痛めてるのが、ちょっとこれはまた後でマスコミの方必要だったらお渡ししますが、あのよくあの4年経ってから発症するから甲状腺がんだから今100あの何人出てる子たち、あなたのお子さんは今回の原発関係ありませんよっぽい報道とかされてるって私は受け止めてしまってるんですね。でもこれ見てもらうと分かるんですけど、エコーの機械がそういうこうチェルノブイリとか、あとこう郡山とかその辺と似てるあのベラルーシとかそういうところにあの入ったのって4年後なんですよ。そこから数字が出てるっていうことを、例えば県立医大の先生とか心配ないよって言ってるお医者さんたちが分かって言ってるとしたら、でそれを言わせてるもし国政があるとしたら、ちょっと日本変になってます。なのであのちょっとさっきみんなで脱原発であのなんかこうみんな引き連れてみんなで福島買いたいねって言ったんですけど、ともかく組織関係なく一人の人として選んでみてください。はい、ありがとうございました。最後に熊坂さんお願いいたします。トリを務めることになり光栄です。今回の福島県知事選は福島 の, この今後4年間の運命を決める選挙だと思います。世界も注目しております。争点は私は2つだと思います。今までのこの復興の在り方が本当に良かったのか、あるいはこの在り方でスピードどうだったのか、やり方どうだったのか、それに対する審判、そしてもう一つは原発に対して県外の再稼働も許すかどうか。先ほど言ったように他県、福島県の隣県にも原発があります。このことに対してどういう審判が下されるのかということだと思います。ですから私は福島県内をくまなく回っていろいろな方のお話を聞いてまいりました。そして一人一人の心もよく分かっているつもりであります。福島県の今の在り方ではみんな納得しないということを感じております。じゃあどう変えていくかということになりますけども、今日の討論会も含めまして議論が煮詰まったと思いますけども、私は、医師でありますので命という観点から県民のさまざまな施策にこの健康という観点を入れながら、だから、無理に帰還を促すようなことは私はしてはいけないというふうに思っております。そこを考えながらこれから復興していきたいと思います。そして何よりも福島県の子どものため、そして福島県の誇りを取り戻すため、そしてみんな一丸となって福島県の復興、私たち福島県の誇りに向かって進んでいくべきだというふうに思っております。はい、ありがとうございました。以上でこのテーマを終了させていただきます。皆様拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。以上をもちましてすべての質問を終了とさせていただきます。ご来場の皆様、本日はお忙しい中福島県知事選挙公開討論会に、お越しいただきまして誠にありがとうございました。限られた時間の中でしたので、立候補予定者の思いや主張が十分に伝わらなかったと思いますし、もっと聞きたいことがあったとも思いますが、この点において今回はご容赦いただきたいと思います。そして本討論会の内容を合わせ、いろいろな機会に接していただいて、より良い福島へつなげていただきたいというふうに思います。そして立候補予定者の皆様には公私ともにお忙しい中、貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。ご来場の皆様、そして視聴者の皆様にこれからの福島への思い、主張、政策が伝わったかと思います。今後ますますお忙しい日々が続くかと思いますが、ご自身のご健康には十分に留意され、これからの活動に励んでいただきたいと思います。ありがとうございました。今の福島は復興に向け道半ばにあります。
県内各地でいろいろな団体や個人の方々が地域再生、活性化に向けていろんな取り組みを行っていると思いますが、大元の県政が進まなければ、これらの取り組みは、効果も上がらないし、復興も進みません。県政を進めるには県民一人一人がもっともっと県政に関心を持って、取り組んでいくことが大切かと思います。我々が育ってきたこの美しい福島を我々の子どもたちに、そしてその子どもたちに安心して暮らせる福島を代々受け継いでいくには、今回の県知事選挙というのは大きな転換期を迎えていると思います。その今考えなければならないことではないかと思います。県政は我々県民のものであり、福島の復興は我々県民にかかっていると思います。県民の意識を超える県は誰がどうやってもできないと僕は思います。その県政に参画する第一歩が選挙投票という行為であります。今回の知事選挙においては政策本位の政治選択をしていただき、これからの福島の発展に向けた一票を投じていただきたいと思います。そしてこの討論会の内容はいい未来線というウェブサイトに動画で配信される予定ですので、本日来られなかった知人友人の方にもぜひご覧いただけるようお伝えいただき、投票所に足を運んでいただけるようお願いしたいと思います。伝えることも一つの歩みだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。これでコーディネーターの席を降りさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。立候補予定者の皆様、コーディネーターの石井君、ありがとうございました。立候補予定者の皆様、並びにコーディネーターがご退場されます。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。